それだけでも現場が変わる。それ皆さんやってみたいなと思ったと思うんです。でもやってみると必ず変化が起こります。まず最初に今までやらなかった方が急にですよ、おー皆さん、おでこう学びの中でやっぱこれじゃねっていう、これ一番大事じゃねっていう、もうね聞いたら当たり前なんだけどめちゃめちゃ大事なことを今日は一緒に考えて、一度振り返ってもらおうと思っています。学ぶことっていうのは基本的に知ることじゃないですか。知ること、で、いわゆる本を読んだりセミナーを受けて、ああなるほどそうなんだってことを知ることができますよね。そして私たちは知ることを目的に知るんじゃないと思うんです。知ることは手段であって目的にはならないと思うんですよ。もちろんこう人間の脳の構造からすると知らないことを知るだけでこう快感物質が流れたりっていう効果はあるかもしれないけど、でも皆さんの有意識の中では知ることは目的にはなってないと思うんですね。ということはどういうことかというと、知ることをちょっと分かりやすい言葉にしますよ。皆さん、今日皆さんはこの話を聞いてきっと心の中でよし、これだけはやろうって決めたことがあると思います。ぜひトライしてみてください。例えば最高の挨拶、それだけでも現場が変わる。それ皆さんやってみたいなと思ったと思うんです。でもやってみると必ず変化が起こります。まず最初に今までやらなかった方が急にですよ、おー皆さんおはよう、今日も最高の仕事みんなと一緒にできるのは嬉しいよなんて急に言っちゃったらどうですか。ブカムさっき多分完璧に引いちゃうと思いません？そうなんですよ。そしてそのみんなが引いた時に自分のことをどう解釈するかがポイントなんです。そう、部下が引いた瞬間、うわなんだこの人って思った瞬間、すごい俺変われたです。そうですよね。部下のみんなが何の反応もなかったってことはリーダーが変わってないっていうことじゃないですか。みんなが反応してくれたってことに感謝できるか、そしてみんなが引いてくれた時に自分にイエスを出せるかどうかが、その後もやり続け最後まで貫き通し結局現場を変えてしまう。その店はいつも夕方、そう5時半の時間になると今までピリピリした雰囲気のお店の空気を一変させる最高のリーダーシップを発揮する高校生の女の子がいました。その子が入ってきた瞬間、おはようございますっていう最高のテンションの挨拶、その声が聞こえた瞬間にみんなが変わってしまうんです。おおはよう、今日も元気だね。そんな風にアルバイトの仲間もそうだし、その時に働いてる社員さんもみんなそのエネルギーを受け取って変わってしまうんです。そして今までガタガタだった、緊張感でピリピリしていた、お客様にご迷惑をおかけしているストレスがいっぱいだったお店の雰囲気が最高のチームワークに変わっていき、やがてみんながまたいつものはつらつとしたエネルギーで働き始め、そしてお客様にスムーズにサービスを提供できるように変わってしまうんです。わかりますか？そうです、指示や命令ではなく、そしてタイトルも関係なく、たった一人の最高のエネルギー、ポジティブなエネルギーこそが本当の意味での最高のリーダーシップ。僕はそのことを一人の高校生のアルバイトの女の子に教わったんです。僕はそんな風に学校やそして家庭や社会でなかなか自分のことを承認されたことがない子たちが本当に現場で生き生きと輝いて成長していく姿を何度も何度も見てきました。彼らや彼女たちはずっと思っています。自分の存在意義を認めてもらいたいって、でも認めてもらう場所がなかっただけです。だからそんな子たちに僕は全てを受け止めるって決めて付き合ってきました。
例えばアルバイトの時間に普通にただ遅刻しないで来ただけでも、お前すごいなって、よく来たなって、もう働く前から受け止めるんです。そうするとその子たちはどうなるか、ここでなら自分らしく生きていけるって、ここでもっと貢献したいって、そんな風に思うようになって、自分のやる気スイッチを自分でバチンと入れて働き始めるんですよ。そしてその子たちが成長していく角度は、他の子たちが成長する角度は比べ物にならないぐらい力強いんです。その姿を見て他の 80% の優秀な人材たちがこう思うんです。俺サボってたって、俺もっとできるって、彼ら彼女たちのようにもっと一生懸命になりたいって、そう思った時に、そうです、その 80% の優秀な子たちを育てているのはもはや管理者ではなく、その 20% のどこの社会でも承認されたことがなかった彼ら彼女たちの力によって、その成長が起きるんです。そうすると全員にちゃんと膨大なコスト、一見無駄、無理、無駄に見えるようなことでも、コストを投じて伝えたことによって何が伝わったか、そのことによって何が変わったか、そう、それを単にコーヒーが売れただけにとどまらず、このコーヒーを、こんな素晴らしい味の商品をこの値段で提供できるのはマクドナルドしかないっていうことが伝わるんです。そのことによって、そう、ビッグマックだってそうだし、マックフライポテトもマクドナルドしか提供できない素晴らしい商品なんだってことが伝わることによって、商品だけではなく、そうだ、この客席でこんな素晴らしい食体験ができることも、私たちのこのスピーディーなサービスを受けられることも、マクドナルドでしか体験できない素晴らしい体験なんだってことを、働いている従業員の方全員が思い出し、そしてプライドを持ち、毎日お客様に伝えようとしてしまうんです。どうでしょうか。単に無理、無駄、無駄をなくすというコスト削減の面だけではなく、本当に自分たちのビジネスがどんな価値を持っているのかに投資をした時に、もっと高い生産性、もっと素晴らしいブランド価値を将来も長期的に提供できる、そう覚悟を決めた時に、その一見無理、無駄、無駄に見えることこそ最大の投資になる。それがマクドナルドの事例から伝わってくるんじゃないでしょうか。今日のテーマは仕事の遊び家です。なんでこの仕事の遊び家っていうテーマでいくかっていうと、新しい時代の波動を感じるからです。どうですか、今新しい時代の波動ってなんか感じません？なんか動きというか、波というか、電磁波というか、変わってきてるの分かりません？例えばすごく分かりやすい例で言いましょうか。皆さんに質問があります。今日持ち物の中にスマートフォンがあるよって方、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。うわー、もうほぼ ありがとうございます。11年前、 iPhone が発売される前からスマートフォン持ってた人ってどれぐらいいます？iPhone が発売する前、お、1人、そんな感じですよね。そうですよね。ということは皆さんは11年前はスマートフォンない生活してたんですよね。そうですよね。ほら、もう忘れかかってない。どうしてたの？例えば友達の待ち合わせの時どうしてたの？11年前、例えば渋谷で待ち合わせの時どうしてた？覚えてないでしょ。ガラケーがあったのか。ガラケーがあったね。でも、じゃあガラケーが生まれたのって今からで、よく18年、19年、20年ぐらいか。今俺50年でしょ。30ぐらいの時も。あ、そう。約20年前ですね。じゃあ21年前ってガラケー持ってなかったんですよね。渋谷で待ち合わせするときどうしてたか知ってます？そうですね。要は渋谷の駅まで、例えば7時に待ち合わせ、8個前で待ち合わせねって、まあそもそも例えば彼女をデートに誘うとするじゃないですか。そうすると何をするかというとですね、家電からですね、彼女の家の電話を鳴らすんですよ。リンリンって、わかります？もう若い人わかんないでしょ。リンリン鳴らすよ。で電話出るのがね、お父さんだったりするんですよ。は
はい、安田ですみたいな。やべえ、私佳代さんと同じ高校に通っている鴨頭と申しますけど、佳代さんいらっしゃいますかって。いるけど何の用だいって言われるんですよ。もうその関門を突破してなんとか彼女に電話が伝わって渋谷で7時に待ち合わせしようって約束するわけですよ。あでも彼女が遅れてくることもあるわな。どうするの。もうずーっとこうやって待ってるか掲示板に書くしかないんだよね。そうだよね。合ってるよね。掲示板わかります。いやちょっと掲示板わかる人。おー、オッケーオッケー。掲示板わからない人。おおね、ほらデジタルネイチャー世代ね。最初からデジタル機器があるから掲示板ってどこのアプリで探すんですかとか言うからね。え、マジっすよ。昔は駅に必ず黒板があったんさ。黒板あのチョークで書くやつね。そこに例えば遅れて彼女が遅れてきて自分が先に来ていた場合は彼女に伝言書くのよ。うん、トゥーかよ。そうよね。おで喫茶店で待ってますので、みんなにね意識しながら今日の授業も受けてほしいし、これからの人生でも意識し続けてほしいメッセージがあります。それは自分の心の矢印だったり言葉だったり目線だったりもうこれから意識できるんです。これは今だけじゃない、一生涯使えるんです。なんでそんな価値あるものが手に入ったか、みんなが新しいチャレンジしたからじゃない。話し方の学校に入学するってこんなチャレンジあります？すごく大胆なチャレンジですよ。半年間もしくは1年間かもしれない。よし学ぼうって、話し方学ぼうって思ったんです。学生時代話し方学んでたことある人います？話し方をこんなにじっくり学んだら人生初めてだったっていう人手を挙げてください。全員新しいチャレンジしてるんですよ。だから手に入った価値じゃないですか。もしかしたらこの中の何人かは同じようなシチュエーションの研修を受けた時に自分が発表する順番でこっちをしていた可能性ありませんか？もしかしたらこの学校に来ていなかったら。でも皆さんもねこの後この考え方マインドさえ忘れなければ、一応厳しく言ってきますよ、忘れなければこっちの発表ができます。だってこの話聞いた瞬間違和感感じてたもん。そしてディスカッションしたらすぐに答えが出てましたよね。ということはもうみんなはこっちの考え方今持ててるんです。なぜか新しいチャレンジをしたからですよ。新しいチャレンジこそが人生の質を変えます。新しいチャレンジこそが新しい人との出会いの根本です。新しいチャレンジこそが夢を実現したり周りの人を幸せにする一番の一歩目なんです。新しいチャレンジもしていない人が組織を変えたり人間関係を変えたり夢を実現したりする確率は 0% だと僕は思います。はっきり言います。ちょっと若旦那と飲む前に出てきて君はこうだろ顔そうこの二人の素晴らしいチャレンジに拍手せーのいいね。新しいチャレンジをやり続けること、でもやり続けていくと失敗とか成功とか全部チャレンジなので価値がある。その価値あることをやり続けていると結果どうなるかっていうと、もうしゃあないね、成長っていうプレゼントが降ってくるんだって。しょうがないでしょ。無理よ、来ちゃうからだってチャレンジし続けてるんだもん。チャレンジし続けて諦めなくて何も変わらなかったことなんかないでしょ。変わらなかったのは途中でやめたからですよ。それ以外は必ずプレゼントが来るようになってるらしいんですよ。もう断れないみたいですよこのプレゼントは、うん、宇宙さんが強制的にくれるらしいんで。だから僕たちが考えることはできるかどうかを考えることじゃない。
チャレンジしてっかって自分に問いかけることだけ。それでいいじゃない。この T シャツがダサいかかっこいいかじゃないんですよ。でもね、はっきり言うよ、俺はね、かっこいいと思う。本当のかっこいいはかっこ悪いの先にしかないんですよ。だって最初からできないもん。そうですよ、最初から人前ですんごく上手に喋れる、できないよ。ということはその手前にかっこ悪いスピーチがあんだって。一生懸命伝えたいのに震えて震えて、途中で何言ってるか分かんなくなって、恥ずかしい思いをしてかっこ悪い姿を晒して、その先にあんだって。本当のかっこいいはかっこ悪いの先にしかない。かっこ悪いを喜ぼうよ。チャレンジしてる自分承認しようよ。誰が何と言おうとやってんねって。僕はね、それがチャレンジの価値だと思ってます。もうチャレンジにいいも悪いもないの。チャレンジは素晴らしい。チャレンジしてる人って美しいですよ。僕はそう思います。おそらくこれ補足説明が必要だと思うんでしますけど、まずポイントになってるのは自分ができることを人に任せるっていう部分ですね。自分ができることを人に任せるのってはっきり言いますけど、めんどくさいんです。だって自分がやった方が早いに決まってるし、正確に決まってるし、自分ができることを人に任せると大体相手の人は自分より遅いし、ちゃんとやんないし、教えるのめんどくさいんですよ。でそれをめんどくさがってると店長の仕事はいつもいっぱい、部下は暇です。で暇になると部下は組織の荒探しをするようになります。暇だから。だって暇だとどうなるかっていうと、俯瞰的にいろんなものが見えるんですよ。組織の問題点とかを評論家になります。大変じゃない。またそれ提案していくんですよね。店長、うちの店はここがおかしいと思います。そうか、俺が考えなきゃってなるんでしょ。店長だけが忙しくて部下が暇なお店潰れます。誰も幸せにならないですよ。だからちょっと極端な言い方をすると、どれだけ店長は自分を暇にできるかっていう能力が必要なんですよ。はっきり言って能力ですからね。自分を暇にする能力、そのためにはまず自分ができることを渡すは最低限の能力です。これ一番簡単なんで、ただめんどくさいだけだから。自分ができることを任さないのはあなたがめんどくさがり屋だからなんです。以上終了です。ここは本当ですよ。それ以外ないんですから。自分ができることを任せられない理由は他の人のせいじゃない、組織のせいじゃない、あなたのせいなんです。あなたがめんどくさがり屋だから、あなたが大変になってるんです。だからあなたがクリアしてください。もうこれ以上の議論の余地なしです。ここはポイントは次です。自分にはできないことを任せるんです。なんて都合のいいことを言うんでしょう。これはね、レベルがはっきり言って必要ですね。なんでかっていうと、自分にはできないことを任せる。例えばですね、僕マクドナルドの店長時代に、行く店に行く店日本一にしていきましたけど、ハンバーガーを作るのを僕が一番早いわけじゃないです。それから接客、一番うまいの僕じゃありません。ドライブスルーの取り揃え、一番正確なの僕じゃありません。それからフロアサービスといって、お客様の客席でのおもてなしが一番うまいのは僕じゃありません。仮に僕が一番うまいってことは、僕のお店はレベルが低いってことです。違います。だって店長って仕事一般でしょ。アルバイトスタッフより、アルバイトスタッフって仕事ないじゃないですか。ちょっと言い方、ここだけの表現にしてもらっていいですか。アルバイトスタッフって、例えばマクドナルドで言うと、ハンバーガーを作ったりハンバーガーを売ったり、お客様の接客をするしかないんでしょ、仕事なのに。僕より能力低いってことは、よっぽど僕のマネジメント能力が低いってことですよね。合ってますよね。だから僕は僕より能力の高い人を育てなければ、店長としての価値がないですよね。え、違います。例えば、ちょっと古い例になりますけど、高橋尚子ってマラソンランナーいましたよね。キューちゃん、
キューちゃんね。キューちゃんの、育てた有名なコーチといえば小出監督ですよね。小出監督とキューちゃんどっちがマラソンを走ったら速いと思います？そりゃキューちゃんでしょ。小出監督なんか昼間から酒の匂いプンプンさせてる変なおっさんですからね。あのおっさんが速く走れるわけないでしょ。でも高橋尚子は当時旭化成3番手のランナーだったんですからね。旭化成という会社の中で3番手のランナーに小出監督は何て言い続けたか、キューちゃんは必ず世界一のランナーになるよって言い続けたんです。入社した時からですよ。で高橋尚子はこう思ったそうです。このおっさん頭がおかしいって。そりゃそうでしょ。自分の会社の中で3番なのにそんな私が世界一になるわけがないって思いますよね。でも小出監督は会うたんび毎日言うんですよ、キューちゃんに。キューちゃんは必ず世界一のランナーになるよって、キューちゃんは必ず世界一のランナーになるよ、必ずなるよって言い続けるんですよ。そして高橋尚子の中で勘違いが起き始めるんです。こんだけ毎日このおっさんが言うってことはもしかしたらそうなのかも。そこから高橋尚子は練習に対する取り組み方の意識が変わったり、どんなに厳しいメニューがあってもそれを楽しんで練習するように変わっていきます。やがて小出監督に出会って3年目、彼女は世界ナンバーワンのトップランナーになります。これが店長のマネジメント能力です。要は自分より能力の低い部下を持っている限りあなたは店長じゃないです。店長ちょっと言い過ぎ、店長としてはまだまだ未熟ですって意味ね。そうですよね。自分よりすごいプレイヤーを育てるためにいるんでしょ、店長って。そうですよね。でもはっきり言いますよ、部下はそう思ってません。部下は全部店長の学ぶことの意味、多分皆さんの中にいろいろあると思います。ちょっと考えてみてもらっていいですか。自分にとって学ぶことの意味ってどんなことだろう。今日皆さん発表していただいてもいいんですけどね。それやると8時半なので、今日は僕がマクドナルドで働いてた25年間、そして独立して1年8、もうすぐ2年ですね。2年が経つんですけど、その間ずっと自分があらゆる場面で学び続けて、これだと、これこそ学ぶことの意味、価値だなって僕が思っていることをちょっと皆さんにプレゼントさせていただきたいと思います。僕にとって学ぶこととは肯定的解釈力をできる自分作りだと思っています。言い換えると肯定的解釈力の達人になるって決めて生きることだ、そんな風に思っています。なぜか、人生は解釈だからです。人生の質とは解釈で決まっているんです。例えば同じ家に生まれ、同じ教育を受け、同じ会社で働いている A さんと B さんという2人の方がいらっしゃったとします。その2人の方に同じ質問をします。あなたの人生振り返ってみるとどんな人生でしたかっていう質問です。 A さんはこんな風に答えます。いやもう俺の人生なんか最悪ですよ。今の会社だって社長がコロコロ方針変えるし、あいいですよ方針変えたって、売上が上がって業績良くなるな、ちっとも良くならないし、上司だってあれやれこれやれって仕事を押し付けるばっかりで、あんな上司と働いちゃって成長なんかできないですよ。学生時代だって勉強しろって言われて学校行ったけど、あんなの社会に立って全然役に立ってないし、いやそもそも俺の不幸の始まりはあの家に生まれてあの親父とおふくろに育てられたとこから始まってたんだ、なんていう悲しいことを言う方が現実にはいらっしゃるんですよね。もちろんこの方はまだ気づいてないだけだと思います。でも現実にいらっしゃるんです。かと思えばこの方と同じ家に生まれ、同じ教育を受け、同じ会社で働いている B さんに全く同じ質問、あなたの人生を振り返ってどんな人生でしたかっていう質問をした時、こんな風に B さんは言います。いや本当毎日最高なんですよ。うちの社長は毎日のように会社に来てこうおっしゃいます。よしみんな、今日もうちの会社でしか提供できない唯一無二の価値を一人でも多くのお客様に伝えていこう。俺はねみんなと一緒に働けるのが嬉しくてたまんないんだよ。そんな風におっしゃってくださいます。上司の方は毎日のように僕の働きぶりを見て、お前もっとこういう風にやってみたらどうだ、やり方こういう風に変えてみたらどうだ、そんな風におっしゃってくださいます。もうこの環境成長するしかないんですよ。
学生時代もたくさんの仲間といろんなチャレンジしてきました。だからこそ今会社の中でもいろんなチャレンジができる自分があるんだなって思っています。でも最近もっと大切なことに気がついたんです。今日の僕があるのは今こんな風にいろんなチャレンジをしたりいろんなことを喜べたり感じれるようになる僕があるのはやっぱり命をかけて産んでくださったお母さん、そして見守り育ててくださったお父さん、やっぱりその両親の愛思いがあったからなんだなって、そんな大切なことにやっと最近になって気づくことができたんです。それに気づいてから毎日起きる出来事が本当に感謝しかないんです。僕の人生これからも最高な人生しかもう生きられないなって、そんな風に感じれるようになったんです。そうおっしゃる B さんがいらっしゃいます。さあどうでしょう、この A さんと B さんの人生の実を決めているのは何か。そうです、解釈です。どんな出来事が起きたではなく、起きた出来事に対してどう解釈するかが人生の質を決めているんです。そう思ったらどうでしょう、肯定的解釈力の達人になれば、実はその瞬間からだんだん頑張って頑張って能力が上がっていつか幸せになるのではありません。その瞬間、肯定的解釈を身につけた瞬間にもうすでに幸せ、もうすでに成功しているんです。なぜか解釈だからです。反対に否定的解釈力の達人で生きると決めれば、その方は必ず否定的な人生を歩むことができます。絶対にです。自分で決めてるんですよね。そう思ったら学ぶことの意味とは価値とは肯定的解釈力の達人になるって決めることなんじゃないかなって思います。どうでしょう、否定的なネガティブな人生を歩みたいって方、会場にいらっしゃったらちょっと手を挙げていただいていいでしょうか。今山下さんが挙げるんじゃないかなってちょっと期待したんですけど一応場の空気を読んで読めたということで本当に感謝しますね。そんな方いらっしゃらないですよね。やっぱり生まれていつか死んでいくこの貴重な時間、最高なものにしたいじゃないですか。簡単ですよ、肯定的解釈力の達人になるって今この瞬間決めてくだされば肯定的な人生を歩むことができるからです。だから決めちゃってほしいんですよね。僕はそんな風に学ぶことの意味を肯定的解釈力の達人になるって決めてから、素晴らしい師匠、人生の師匠との出会いがありました。その方をご紹介します。この方、幼馴染が死んでる話を普通にふーんって世間話のようにしてるんですよね。でもある時に、玄ちゃんはって聞いた時に、あ、玄さん元気ですって答えた瞬間に、お母さんがボロボロボロって泣き始めたんですよね。と思って、でその後まあその会話が終わって車に乗ってる時にお母さんに僕聞いたんですよ。不思議だったから、ね、お母さんっていっぱい亡くなったんですねって、そうよって、でもさっき僕不思議だったんですけど、あと親戚とか友達が亡くなったって話の時は泣かなかったのに、源さんが生きてるって聞いた瞬間に涙が溢れましたよねって。でなんでですかって、お亡くなりになったことが悲しくて泣くんなら分かるんですけど、なんでその時は泣かないで生きてる人がいる時に涙が出たんですかって聞いたんです。お母さんはこんな風に答えてくれました。あのね、よしひとくんって、人は慣れるんよ、みんな死んでった、生きてる人の方が少ないよ、人は慣れるんよ、慣れんかったら生きていけんから、いっぱい死んだ、どれぐらい亡くなったんですかって僕聞いたんですよ。数えきれないぐらい死んだよ、お葬式ばっかり行ってた、あのね、喪服をクリーニングに出せないぐらい死んだんよ、毎日お葬式やった、全部泣ききらんぐらいお葬式行ったよ、しかもね 3.11 が終わっても終わっとらんのよ、もちろん津波が終わってしばらくして落ち着いた時が一番お葬式終わった多かったけど、
その後もずっとお葬式は止まらんのよ、今もよ、なんでかわかる、みんな疲れたんよ、みんな疲れて死んでいくんよ、まだまだ死ぬんよ。だからね、私はね、あの日以来人と会うと今日が最後だなと思って会ってるんよ。だからお茶しても楽しいし、世間話しても楽しいし、今日会えただけで幸せって思いながら人と会うんよ。石巻の人はきっとそんな気持ちがあるんよって言われました。衝撃でしたね。僕は講演家なので、人にどれだけ勇気を与えるか、そして自分の価値に気づいてもらいたいかっていうことを話してます。だからよく言うんです。生きてるだけで丸儲けとか、今日が最後の一日だと思って生きようとか、綺麗事いっぱい言いますよ。でもね、本当に思ってなかったって気がつきましたね。お母さんそうやって生きてるんですよ。今日会った人もう二度と会わんかもしれんって思って、会う方が珍しいからですよ。本当に会って一ヶ月後に死んでいく人がいっぱいいると日常生きてるんですよね。僕はそんな生き方できてなかったなって思いました。でも本当に一日一日を大切にする生き方って自分の中でどう思って生きてるかなんだなって思いました。でもね、この話すごい悲しい話だなって思うかもしれないけど、うちのお母さんはね、毎日明るいんですよ。お母さん暗くなってるのほとんど見ないです。お父さんが亡くなった時は悲しんでましたよ、疑ってましたもんね、本当は死んでないとか。お父さんの亡骸を部屋に連れて行った時もずっと焼くまで一緒に寝てましたよ、お父さんと一緒に。もういっぱいお父さんと一緒にこうやって布団に入ってるの僕ら撮影会やってましたからね。いいっすねその表情とか言いながら、お父さんもっとこっち向いてイエーイとか言いながら写真撮ってるんですよね。そういうお母さんなんです。毎日ガソリンスタンドに行ってもね、私はねガソリン入れに来てんじゃないんだよ、あんたに会いに来てるんよってスタンドのアルバイトスタッフに言うお母さんなんですよ。毎日毎日生きてることを味わう、それを本当にやってらっしゃるお母さんだなって思いました。だからね、僕もその話、お母さんの話を聞いてから、ああそうだなと思って。どう、今日会った人がもう次会えない人かもしれないと思って生きててね、なんかその人とちょっと意見の食い違いがあった時にどうだろうね、何なんだこいつはって思うのってまあまあ難しいんじゃないかな。またその人と会えると思って、またその人とずっと一緒にいなきゃいけないって思い込んでるから、何なんだよこいつは、なんでわかんねえんだよって責め心を感じながらその日一日過ごしたりしてることってないから。僕はありますね、いっぱいある。でも今日最後の一日だったらそんなこと思うかな。違う意見聞かせてくれたって思えるんじゃない、そう思うようになったんですよね。だから今日が最後なんだな、この人と会うのって。いいじゃん、また会えたらラッキーでしょ、おまた会えたって2回目会ったんだって思えばいいじゃないですか。今日が最後だなって悲しむじゃないですよ、今日最後かもしんないって、最後の一日かもしんないって想像しながら今日伝えられること伝えようって思ったら、中途半端なコミュニケーションで終わらすこともあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。だから僕は決めたんです、これが正しいかどうかとかじゃない、僕決めたんです、ああ最後かもしれない、今日の授業最後かもしれない、そう思いながら授業やろうって。講演やるときもこの講演が人生最後の講演だ、ラスト講演だって、そう思いながらやろうって決めました。そう思うともうね、どう思われるかとか関係ないっすね、全く関係ないっすね、まあ、はっきり言いますね、自分をどう使い切るか以外は関係ないですね。それ以外の言葉もう雑念でしかないって思うようになりました。僕仕事してる時は自分のことすごい承認できるんですけど、休みの日とか予定が空いてると自分を承認できないんですよ。だから病気ですね、結果が出てないと自分を認められないんですよ。
まあ、病気ってもほとんどの人が病気だし、この病気治らないまま一生終えたって別に不幸ではないので間違いではないなと思ってるんですけど、でもね、あ、今日最後なんだなって思うようになると、あんまりそういう概念じゃなくなりますね。あ、いいんだなって、あ、今日暇だなって、暇持てるようになったんだなとかね、味わい方がやっぱ変わってきましたね。テレビ見ててもそうですね。なんかそれ以来テレビ見ててもなんかもうただ楽しそうにタレントさんが喋ってるのを見て、うわーって涙が出たりするっていう、だいぶ危ない感じになってきたんですけど、もともと感情ね大きく触れる方だったんですけど、味わい方がまた一段、いや数段深くなったなと思って、やっぱり限りある命だってことを感じることっていうのが一番命を感じる生き方なんだなっていうことを改めてなんかお母さんに教わった気がしました。なんでこれからも毎授業毎授業ね、最後ですよ、自分がやりたい分だけ、宿題は目的じゃない手段です。じゃあ宿題の目的を今からオードリー・ヘップバーンの言葉で紹介しますよ。オードリー・ヘップバーンが自分たちの息子に死ぬ前に最後に残した言葉の一部です。魅力的な唇であるためには美しい言葉を使いなさい。愛らしい瞳であるためには他人の美点を探しなさい。そして最後です、人から愛されるためには、あ、ここはオードリー・ヘップバーンではなく鴨頭義人の言葉に変わります。愛されるためには自分が自分を愛しなさいです。俺なんて最低なんです。でも愛してくださいと言っても愛されるのはちょっと難しいです。不可能まではいません。そういうことをしてくれる人も中にはいます。でも本当にたくさんの人に長い間ずっと愛されたかったら、やっぱり自分が自分を愛するっていう努力は必要じゃないかな。反対に言えば、自分が自分を大好きになると愛されようとする努力はいらなくなります。勝手に愛されます。人が集まってきて集まってきて仕方がないです。僕は愛されようと最近思ってないですね。大丈夫、僕がいるんで。僕にはもう最近はアップルウォッチに変えたんですけど、待ち受け僕ですからね、うん、何回も絵が切り替わるんですけど、何回やっても僕なんですよ。最高ですね。すると街角で呼び止められるようになります。鴨頭さん会いたかったですって。それは多分僕だけじゃなくてみんなにも起きます。いや体験者もいると思う。ああほんまやなーってな、フィル。自分のことを愛するっていうことをやり始めた瞬間から世界が変わるような、そうだよね、はあ、うんこにも花咲くってよ。うん、完璧じゃなくていいんです。愛しなさい。何かができるから愛するんじゃない、自分が素晴らしくなったから愛するんじゃない、愛するから素晴らしくなっていくんです。順番を間違えちゃダメだ。先に心です。出来事が後なんです。先に自分です。自己愛が先、他者から愛されるは後です。順番を間違えちゃダメ、苦しくなるからね。そのために私たちがこれからも取り組み続ける一つの手段のことを宿題と言います。宿題はね、目的じゃないです、手段です。宿題は本当は全てじゃないです。もっと言うと、宿題ができなくて自分を責めるなら宿題なんかやんない方がマシだ。目的と離れるから。
だからいつもプラスカウンターを持っててほしいんです、まあ、私たちは生まれた時から両手にカウンターを持ってる、あ、目に見えないですよ、目に見えないカチカチカチっての日本野鳥の会みたいなカウンターを持って生まれてきていて、まあ便宜上右手にはプラスカウンター、便宜上左手にはマイナスカウンターを持ってきています。そしていろんな出来事や感情が動くたびに私たちはどちらかのカウンターを押すようにできています。さあみんなはどっちのカウンターをしてる？何か出来事が起きた時に、ああ今日雨だった時にどっちをしてる？当然プラスだよねあ、僕ね晴れが好きなんですよ。太陽になりたいと思ってますから。だから窓開けた瞬間太陽がブワーっと、うわー今日は最高の一日や、俺とシンクロしとんな太陽って思うんですよ。いつも思います。僕ね雨好きなんですよ。雨なんで好きかというと、高校生の時に僕ね本当に体力がなくって、あの炎天下なんか外で練習するのが大嫌いで、あで雨が降ると最高なんですよ。なんと体育館で筋トレなんですよ。最高でしょ。あだって炎天下の中野球部ってしてるアンダーシャツにその上にユニフォーム着て、下にスライディングパンツ履いて長ズボン履いてストッキング2枚履いてんだぜ。あれとか意味のないこと言うんだよ。声出したら熱いだな。出さんでもボール投げれるし取れるのに、わかる？もう理不尽なことしかやんないですよ。だからいつも思ってました、なんでこんな辛いんだろうって。ところが雨降ると最高なんですよ。体育館で筋トレしながら新体操の女の子見れるんですよ。わかります？このギャップ、もう地獄と天国の違いとはこのことだと。もう雨が降って、だから野球部って雨がちょっとでも降ってくると授業中雨乞いの儀式をして先生に怒られるんですよ。だからね僕それが残ってるんですよ。今でも雨が降るとなんか嬉しいんですよね。僕ね曇りが好きなんですよ。特に日曜日曇り最高。僕ねあの平日も車で通ってるんですね、池袋まで。で日曜日になると家族連れてドライブ行くんですよ。車の運転してる時ね、あまりにも太陽の光が眩しいと目がこうしょぼしょぼして眠くなるんですよ。雨が降ると事故率が高くて神経がもうすごい疲れるんですよ。曇り最高なんですよね。曇り好きなんですよ。わかります？僕プラスカウンターしか押さないって決めたんです。マイルールです。マイナスカウンターをないものにしようと思ったこともありました。でもねあるんですよ。あるの知ってんですよ。だから決めたんです。プラスしか押さないって。あってもいい、でもこっち押そうって。ただそれだけです。ないとは言わない。ネガティブな感情なんかないとか言ったってあるから。知ってる知ってる、俺もあるから。いやめっちゃあるからこんな話してますネガティブが怖くて怖くて仕方がないから、人を責めるのが怖くて怖くて仕方がないから、こんなバカみたいなことを毎日やってます。いつもプラスカウンターを押すって決めるってことです。すると不思議なことに、いや多分不思議じゃなくて誰もがこうなっていきます。何やっても俺はイケてる、私は最高です、素晴らしいです。最も効果的なのはお父さんとお母さんに手を合わせることです。そうですね、自分の命のもとです。うちの親父は最悪だ、最低な男だと思いながら自分を愛するのはロジックとして起こりえないからです。だって最悪な人から出てきた最高な人って思うの結構大変。お母さんもそうです。だからお父さんお母さんを大切にすると自分のことが愛おしくなります。お父さんお母さんが自分が生まれた時どんな感情だったらということを想像して涙が出てくるようじゃないと人間じゃないとも言われています。あ、これ僕の言葉じゃないです。そういうお勉強会があります。なるほどなって思います。いいんです、お父さんがろくでもない知らんでも愛せばいいんです。出来事でジャッジしないってことです。お父さんが知らんだから嫌いなのは本当は評価でしかないです。子供の分際でその人がいなかったら存在できないのに評価するっていう心があるってことですね。そういうものを手放していって自分のプラスカウンターのことばかりを押していくとどんどんこの状態になっていきます。美しい言葉が使えるようになり、人の素晴らしいとこばかりが目につくようになり、あ、違う、順番はここが一番だ、この土台があるからこれができるようになった、これができないとまあまあ無理しながら続けることになるね。いや、いいんだよ、それでも続けていこうね。まだまだ完璧なんか求めんな、愛そうとするでいい
愛そうと努力するでいい、うん、愛そうという意識をたまに思い出すだけでもいい。それを持っていないとしんどくなって続けられなくなるので、宿題が辛くなるのはここです。宿題が話し方の学校を卒業しても続けたくなるかどうかはここで決まります。 Facebook にあげるあげないの話じゃないですよ。ああいいや、 Facebook にあげるあげないでもいいよどちらでもいいです。 Facebook にあげ続けるでもいい。 Facebook、まあ、もうなんなら世界中に発信してもいい。個人ページで自分の笑顔の自撮りを、まあまあ恥ずかしいぜ、うん、でもあげると喜ばれるで、元気もらいましたって、もちろんあの言ってくる来ないは別にして、うぜえなこいつとかも思われたりするよ。いいじゃない、もう大好きよ、ね、そういうの。だって俺うぜえもん、ね、熱苦しいよね俺ねだよね。そう思う人いますよ。それはその人が今辛いからですよ。自分のこと愛せてない人から見たら、自分のこと愛してますっていう表現って辛いよね。うん、分かってます分かってます。絶対責めないその人、だってそんな時あったもん自分も。あんまりにも輝いてる人見ると辛くなんだよね。でもそれはそういうタイミングなだけであって、そういう人がいるから発信しないなんて言ってると世界は暗くなるぞ。影響力って今と違うところに導くことだから。そうでしょ、部下が仕事が嫌になって辞めそうになった時に、そうだよな、つれえよな、うちの会社な、最悪だもんな、こんな環境じゃ辞めたくなるよなって寄り添っていたら影響力は持てない。そっか、今そう感じてんのか、分かったって受け止めた後に、でもお前どうしたいんだっけと言って、一人だったら行ってしまう場所と違うところに連れて行ってあげることが影響力でしょ。そのためには自分自身がいつも影響を与えられる状態、マインドでいるために、この言葉を思い出しながら、これからも宿題やルーティンワークやプラスカウンターを押す意識というものを持ち続けて、まあ、話し方の学校今日で終わりじゃないんですけど、これからもこの話し方の学校で得た価値を実生活に活用し続けてほしいっていうのが僕の思いです。まあ、今僕の情報の収集の、ナンバーワンは本ですね。本です。なんでかっていうと、まあ、今インターネットとマスメディアっていうのは、情報をお金に換えるための仕組みなんです。まあ、マスメディアはまさにそうですよね。マスメディアっていうのは広告主からお金をいただいて情報を発信するっていう風になってるので、広告主の利益のために情報を発信するから、ある意味偏るのは当たり前なんです。それはそうですよね。だって広告主の不利益な情報を流すと広告切られるんで、そうすると番組が成り立たないから、メディアとして成り立たないんで、だから情報は必ず偏っています。新聞とか読めばわかるよね。新聞なんて全部フィルターかかっちゃってて歪みまくってるので、情報が、残念ながら。でもそれは心が歪んでるんじゃない、ビジネスモデルが操作してるんです。いいですね。お金の流れが操作してるんで、人間の心の問題じゃないので、それわーわー言ってもしゃあないので、受け取り側の私たちがそのことを知っておくことが大事だなっていうふうに思ってます。で、あとインターネット、インターネットの情報はメリットは無料であること、そして答えが 0.2 秒で返ってくること、要はスピードと価格が安いこと、これがメリットなんですよね。ただデメリットが1個あって、何が正しいか全くわからないですね。インターネットはゴミがいっぱい入ってるんで、おそらく量で言うとゴミの方が圧倒的に多いです。要は嘘の情報の方が正しい情報よりも圧倒的に多いです。なぜかっていうと、ビジネスモデルがそうなってるからです。例えばアフィリエーターっていう方がかなり大量の情報を流しています。アフィリエーターっていうのは自分のブログに PV、 つまり見てくれてる人が増えるとシャリーンってお金が入るっていう仕組みになっています。で、そうなるとどういうことが起きるかっていうと、世の中の人がたくさんクリックする情報を上げることになります。世の中の人はどんなものをクリックするかっていうと、より刺激的なものです。正しいものをクリックしません。刺激的なものほど PV、 クリックされる率が高くなるんです。例えば、これ一つの例ですよ。例えば武田鉄矢が不倫ばっかりしてるという記事を書くと、あの金八先生が不倫みたいなことあってクリックが増えるんです。するとそれが正しいかどうか別にして、どんどん課金されるんで、そういう不確かだけどもクリックされる可能性のある嘘の情報をバンバン流す人が増えます。しかも厄介なことに、
まとめサイトっていうのが一番クリックが上がるんです。世の中のもうすでに反応がある情報をまとめるサイト、例えばまあその芸能人の不倫に今日は行きますよ。芸能人の不倫なんて本当は全然いらないでしょ。関係ある？ベッキーが不倫したことってあなたが情報入手したらあなたのなんか生活が潤ったりしますか？事業の発展につながったりしますか？子供の教育に影響ありますか？全くないですよね。だけど多くの人はベッキーの不倫をクリックしたんです。なぜか、アフィリエーターたちがいるからです。まとめサイトを作ってる人が儲けるために上げるんです。そんな風に仕組みがなってるんですよ。でもこれとっても恐ろしくって、例えば自分が、誰でもいいですわ、なんか、まあ、全然いない人にしましょう。西田さんっていう芸能人のことをちょっと知りたいと思ったとします。で、西田っていう芸能人の名前をクリックしたとします。そしたら西田不倫、西田不倫、西田不倫、西田不倫って1ページ目から3ページまで全部不倫って書いてあったら、西田さんは不倫する人だと思いません？でもそれ全部嘘の可能性あるんです。あります、あります。なぜかっていうと、西田不倫っていう情報のクリックが多いと、よし私も西田不倫って書けば課金されるって分かるからです。そういう風にして調べてるんです、アフィリエーターたちは。だから全ての人じゃないですよ、そういう人がいるってことね。そしてまとめサイトの人たちは、よこれ結構クリックされてるっていうのをまとめてあげます。すると PV が上がるから。でも私たち情報を受け取る人はそれを検索した時に全部不倫だったら、不倫してる人だと思ってしまうように脳ができてます。違いますか？これ全部嘘だって思えます？たくさん出てるのに思えないんですよ。多くの人が言ってることは正しいことだって思ってしまうんです、人間は。だからインターネットではその情報のフィルターがかかってないんで、間違ったことが真実に変わっています。そういうことがいっぱい起きてるんです。さあ本に戻ります。本というのは匿名で書いてる人いません。出版社もです。ということは著者も出版社も間違った情報を流すと自分のブランドが落ちて収入が減るんです。だからある一定のフィルターがかかってる。正しい間違った情報を上げないように出版社も調べたりします。著者も調べたりします。もちろん間違いが入ることはあるが、世の中の情報の中で最も間違いを少なくしようという努力を2社がやってやっと出版されてる。だから正しい情報に近い確率が最も高いメディアを本と言います。だからできるだけ本を読むことです。しかもどのように読んだらいいか、大量に読むことです。大量に本を読んでるとインターネットの情報を見た時にこれが真実に近いかどうかの判断力が身につくからです。っていうので分かります？だから本を読んでない人がインターネットを見ると間違った情報を思い込んでしまったりします。新聞を読んでも偏った情報を、あこれが正しいんだとすぐに思い込んだり、テレビを見ても間違った情報をこれが正しいんだってすぐ思い込むような軟弱な脳になるんです。ところが本を大量に読んでる人は軸ができるんです。ああなるほど、この出版社というのはこっち寄りだからこういう書き方をするんだな、他の新聞も見てみようとかいうふうに考えられるようになります。インターネットも、あこのタイミングでこの情報がたくさん並んでるということはアフィリエーターたちがどっと上げているんだなとか判断できるようになります。この反対の情報もあるはずだとインターネットを逆引きしたりする能力もつきます。これは本を読んで、たくさん本を読んで判断力を持っている人の行動なんです。だからね、本を大量に読むことを僕はめちゃめちゃおすすめしています。だから本を読むは一つの正解なので、どんどんやられたらいいと思います。あとなんだっけ、あおすすめの本はありますかって言ったんでね、おすすめの本ってめちゃくちゃ難しいんですよ。僕ね、実はあこれ変な意味じゃないよ、おすすめの本を言うの嫌いなんですよ。嫌いな理由は1個あります。なんでかっていうと、僕がこれをおすすめですって言うと読んだ方は、特に僕のことが好きな人は、この本の著者の考え方は鴨頭さんと全部同じなんだと思い込む傾向があるから。そんなことはありえないです。ただ僕が好きな本はその著者の人が書いたある一部が僕の中でシンクロしてるんです。なので全ての考え方が一緒の著者なんかいないってことを前提に聞いてくれれば、僕はおすすめ本が言いやすくなるので、一応その程度でいいですか？いいですね。で、店長として読むのにおすすめの本っていう考え方でいいんだっけ？店長、それは店舗ビジネスだもんね。ああ、店長だったらおすすめ何業？あ、小売業か。小売業っていい本ないんだよね。いや、ないんですよ小売業って。あ、経営者向けの本はありますよ。小売店の店長向けの本なんてほとんどないので、まずで量が少ないということはレベルが上がりにくいのであんまりないんですよね。でも逆に言うと、小売店の店長が何に悩んでるかというと、ビジネスモデルに悩んでることはあんまりないですよね。結局
上下関係とか人間関係なんですよね。そういう意味ではありますね。例えば僕が今まで読んだ本で、ああこれは現場、いや結局生々しい本がいいんですよ、うん、現場感のある本で、僕が最初に読んで、ああこれ本当に生々しくて面白いなと思って感動した本は、香取孝信さんの書いた人生で大切なこと、あ違うな、あいいのか、人生で大切なことは違うな、何で大切だっけ、人生で大切なことはみんなもぐらい教わった俺の本じゃんね。あ、思い出した、社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった。 あの本はやっぱいいですね、いいですね、いいですね、うん、あの本いいです。あの香取少年、ヤンキーの香取さんがディズニーランドのアルバイトをしている時にダメダメだった時に、たくさんの素晴らしい先輩に出会ってだんだん人間性が豊かになっていくっていう物語ね。あれはものすごくリアリティがある自分の体験談なのですごくいいです。正直言うと僕は、人生で大切なことはみんなマクドナルドで教わったって書く時に完全にパクってます。ちゃんと香取さんに言いに行きました。僕本出すんですけど、香取さんの書いた、大切なことはみんなマクドナルドで教わったっていう本書きますって言ったら、ぜひ書いてくれって言われて、あのもちろん中身は僕の体験ですけど書き方もそっくりです、うん、なんで、あのその本はおすすめ。あとね、実はね、ちょっとタイトル出てくるから、実は香取孝信さんが書いた本で一番売れたのはそのディズニーランドの本ね、35万部以上一気に売れたんで、とてつもないベストセラーなんですけど、実はね香取さんの書いた本で僕が一番好きな本ね、もう一冊別にあるんですよ。他の店が泣いて悔しがるサービスっていう本です。これね、香取さんの方で一番泣いた、ディズニーランドのことじゃなくて他の業態のことを書いてる本なんですよ、香取さんが、うん、他の店が泣いて悔しがるサービスっていう全然売れてない本です。でも超おすすめなんで、これもうほとんどの人読んでないと思うんですよ。多分読んでる人います？読んでる、レア、レアな人に拍手、せーの、いや、めっちゃ良かったでしょ、めっちゃ良かったって言ってほしい。絶対読みすぎて、あ、よく分かんなくなってる。あー、そうかそうか、いや、めっちゃ、もう一回読んで、あれめっちゃ、あ、まあまあ、これは もちろん読む人によって響くかどうかも違いがあるんですけど、僕はそれがおすすめですね。あとね、店舗ビジネス、店舗ビジネス、店舗、これちょっと題名出てこないな、これ飲食店向けのやつめっちゃおすすめなんですけど、俺題名が出てこないな。ね、伏瀬くん、伏瀬博士だっけ、あ、誰も知ってる人がいないな、伏瀬くん、伏瀬博士だったと思うな、俺知り合いなのに下の名前忘れてた。伏瀬くんが書いた、あーサービス忘れちゃった、題名ちょっとアマゾンで検索して、伏瀬博士、飲食店かサービスか、それね、めちゃくちゃロジカルなんですよ、超イケてるんですよ。ちょっともし見つからなかったら、俺が見つけたら後で僕のフェイスブックに上げときます。その本ね、全然売れてない本なんですけど、めちゃくちゃイケてる、でもかなり飲食店に特化してるけど、でもね、飲食店に特化してる本でも現場力が高い本は自分の業界だったらっていう観点で読めば必ず学びになります、うん、やっぱね、本とかセミナーとかは全部、ああそうだったんだって聞いたら全く入んないですね。その人の体験談とかその業界のことを自分のことに置き換えて見たり聞いたりできるかが全てなので、その力があれば自分の業界以外の本でも深い概念とかリアリティのあるものを読めば絶対学びになるので、ちょっとごめんね、題名が思い出せないです。超イケてる本なんですけど、それ、さすが、また会いたくなるサービスの極意、また会いたくなるサービスと接客の極意、伏瀬くんですね、伏瀬ともひろ、全然違いました。あ、でも知るにひさんずいのひろじゃない、そうだそうだ、伏瀬ともひろ、また会いたくなるサービスと接客の極意、うん、これはかなり、あの実は会社の人材育成の教本にできる本です。うん、全スタッフさんに読んでもらえばもうそのまま教本になるぐらいもう具体的なんですよ。めちゃめちゃすごくいい本なので、店舗ビジネスの方はぜひ教科書として購入することをお勧めしています。香取さんの本も実はなんで35万部売れたかというと、会社が社員人数分買うっていう